一生餅とは、一般的に一生分の量の餅米から作られた餅を丸めたもののことを指す。使用方法の違いや、お飾りの意味合い、地方により、一つ丸めや、二つに分けて二段、または三段にしたり、地域により白蛇に見立てとぐろを任せたものなど、形状が異なる。丸いことから三種の神器の一つ、や鷹神に見立て、鏡餅とも言う。一生餅を背負う。 子供の絵馬と子供の健やかな成長を守る。ご主人宮寺子の一生餅は古来より正月や一歳の誕生日、還暦等の節目の祝いや建前等の祝いごとに多く用いられてきた。一生餅と合わせて選び取りをする地域もある。日本の各地にこの習慣は伝承され、子供の満一歳のお祝いの時に用いられる。一生と、 一生をかけて一生食べ物に困らないようにという意味が込められている。また、丸いことから一生を丸く長生きできるようにと願いを込めたものとも言う。この意味や祝う行事は地域や各家庭によって様々だが、親から子へ受け継がれるものであるため、各家庭の特色が見られる祝いでもある。呼び名も様々で、一生持ち、誕生持ち、一切持ち、力持ちとも呼ばれる。 派生として、餅ではなく丸いフランスパンなどの1 8キロほどのもので、一生パンと呼ばれる製品がある。表面に子供の名前を入れることが多い。神宮寺では子供の成長を祝い、その年に一歳になる幼児が集まり、一生餅を背負わせる祈祷がある。祈祷の後には選び取りが行われ幼児の将来の職業や才能を占われる。餅追い。 編集この一生餅を背負い餅と呼び、こときの文字や子供の名前を書いた一生餅を一切の子供に風呂敷や餅袋等で背負わせ、子供が背負いたてない姿、転ぶ姿を将来への夢や希望の願いを込めて見守る行事がある。一生の重みを感じさせるという意味合いで立って歩いてしまう子供の場合、わざと転ばせることもある。地域や家庭により立ち持ち、 立ったら餅、転ばせ餅、転ばし餅、転び餅とも呼ばれる。餅踏み、編集この一生餅を踏み餅と呼び、一生餅を大地に例え、わらじを履かせ、大地にしっかり足をつけ歩んでいけるようにと願いを込め、子供を一生餅の上に立たせる行事がある。同じく漢劇や加工、古希、奇寿、三寿、半寿、米寿、卒寿、鳩こ吹き、白寿、百寿、茶寿、 神樹、皇樹、大歓歴の長寿の誕生日祝いの時にも一生餅が用いられることがある。この場合は紅白の一生餅を使い、餅と餅がいいや長持ちするにかけてお飾りをし、誕生日を祝う。祝い後には長寿のご利益を受ける意味で家族で食する。詳細は鏡餅を参照この一生餅には太陽神の天テラス大臣が宿ると言い伝えられており、 このお餅自体が、アマテラス大臣が姿を隠した天の岩戸に見立てているので、天の岩戸が開いたように、お祝いで使用された後には一生餅も、豊作や、将来の円満を願い鏡開きが行われ、餅を切って食べる。また、乾燥により鏡餅が自然と割れたことも、開いたといい、アマテラス大臣のご加護があると信じられ、縁起の良いものとされている。ありがとうございます。